い、どうもりです。本日は鬼ごっこをやっていくと、ヒデオさんやイカちゃんたちは思ってるんですけど、実は鬼ごっこではなく、みんなにドッキリを仕掛けていけたらいいなって思います。今多分、みんな俺のことを鬼だと思ってるのね。これ。鬼だと思ってるんですよ。で、その、鬼が急に、こう立ち止まったらこうやって、急にこうやって立ち止まったらみんなどんな反応してくれるのかっていう。実はスプラトゥーン2でも、やったことがありまして、その時はね、なんか、みんなね、いろんな反応してくれました。それはまあ動画をご覧ください。今回スプラトゥーン3でも、急に鬼が止まって動かなくなるというドッキリを仕掛けていったらいいなって思います。怖いんですけど、ここに隠れてよから。さあ、今一応追いかけてるんですけど、これは、追ってるふりですね。信憑性、ドッキリの信憑性を上げるために、鬼のふりをうなちゃんはしています。さあ、どこに行ったか。どっか隠れたんじゃないか。まあいいや。とりあえず鬼を、演じてますね、今。見つかんなそうじゃない、ここ。ほら。僕はこのアンチで休息を迎えようかなと。ちょっと疲れたのね。今日は鬼ごっこしすぎて僕筋肉痛になりそうなので、ちょっと休憩を挟もうと思います。あ、こっちいるね。なんかこのステージ狭いね。すごい狭い。そこいるね、なんか。めっちゃ逃げてる、めっちゃ逃げてる。そろそろ止まろうかな。そろそろ。あ、こっちもいる。いや、俺そろそろ止まっちゃおうかな。どうしようかな。小中高はね、高校生の時はそうでもないけどね、小学校、中学校は足早かったんですよ。じゃあ、僕止まりますね。おに、あー、見つかっちゃった。ちょうどなんか足塗られたんだけど。はい、鬼が急に止まりました。イカちゃんたちはどんな反応してくれるのでしょうか。すごい、うちのイカちゃんかわいそうなの。あ、見て。今なんかいたよね。今なんかいたよね、今。あれ、でも、誰も寄ってきてくれないね。あれ、今いたイカちゃん。ああ、急に出てきたヒレオさんが背中から、あれ心配してくれてるのヒレオさん。なちゃん、なちゃん何やってんですか。心配してくれてるのかな。見て。あ、痛い。あ、助けてくれた。ほんで今、助けてくれたぞ。優しい。他のイカちゃんたちは、気づいてないかな、もしかしたら。見て。あ、痛い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 。なんか、動かないから、心配してるのか、これ。ごめんね。入っちゃった。ちょっと、戻しとくわ。ちょっと待って、ひれ、それ何やってんの？ちょっと。ちょっと。待って、俺の周り塗り始めた。俺の周り急に塗り始めたぞ。あ、待って、周りにイカちゃんたちも集まってきた。ひめちゃんと記念撮影撮ってみる？見て。心配されてる。みんな集まってきた。いいぞ。おい、待って、みんな。俺を使って記念撮影をするな。絶対写真撮りに来たでしょ、これ。見て。あ、周りが塗られちゃった。これやめてもいいかな。やめたらうなちゃんどんな反応するかな。いくよ。写真撮ってるでしょ。あ、え、なんか終わっちゃった。